Dマイナーから G マイナーのコツを紹介します。薬指と小指を、塊として指の関節を曲げたまんまここに持ってきます。同時に人差し指をこういうふうにちょっとジャンプさせてここに持ってきます。曲げた状態から制覇する、伸ばしてこういうふうに持ってきます。 Dマイナーの時はロックホームなので親指はこうやって出てますね。でこう人差し指を伸ばしつつ、親指をこうやって裏側にこう来るわけですね。では弾いてみます。